三島、三島、または、イルイコールドイコールイ対等、ラデセーン、は、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏の島。本土のラミサキより5キロメートル離れており、間には、ラ水道がある。三島は、周辺の小島を含めて一つのコミューンを形成する。17世紀に、ルイ14世は、三島に言及してこの島は、起これる。 色はズいにあり、島民は窮防のうちにあると述べている。今日でも三島が荒波と嵐に対峙していることは変わっていない。三島は、羅岬のほぼ 5km 西にある。この島は、尾根城の岩礁の一部であり、この岩礁は、海面下で海洋に向けて 25km にわたって、伸びと呼ばれる暗礁地帯を形成している。三岩礁は、 三島のアルイコールマン島台の先で一旦、途切れている。三島はおよそ2キロメートルにわたって広がる逆、S 字型をしており、中央部分の幅は50メートル程度と狭い。島の東部は全島民が集中する港と町に、占められ、西端庭,庭がある。沿岸の大部分は、小石と砂の海岸であり、嵐に対して脆い護岸状況である。 島の侵食を避けるために防波堤が建設されている。島の面積は0 5トルほどで、標高は低く、樹木に乏しい。嵐による浸水を幾度も経験している。1830年、1868年、1897年の嵐はとりわけ強力で波にさらわれないために屋根の上に避難したということが、島民の間に伝えられている。 広範囲かつ極めて危険な岩礁帯の中に位置する。チャウジーで1000を流れる海流は6ノットを超える速さとなり、海面は荒れやすい。イギリス海峡と大西洋間の主要な商業航路に近いことから、島は岩礁で座礁した難破船を何度も目撃してきた。19世紀には有名となったアルイコールマン灯台をはじめとして一連の灯台が島周辺に建設された。 船乗りの古い言い伝えには、ブルターニュ沿岸、特に山東の危険を伝えるものが知られている。島と本土は、オディエルヌ発着の定期航路で結ばれ、その他に観光シーズンだけ開かれる航路がある。三島は古代ローマ人に、インスラ、セナ、インスラセナと呼ばれた島とされている。一世紀頃に、ローマ人の著作家は、この島には、 生涯の純潔を捧げた九人の巫女が司るガリアの神の信託が伝えられると記している。彼女たちはと呼ばれたドルイドの巫女で、ガリア人によってセニス、セーヌと呼ばれていた。19世紀、海上貿易の成長と科学の発達に伴い島の周辺に一連の灯台が設置された。この内あるイコールマン灯台は同じ名の岩の上百8 6 7年に、 建てられたものであり、1881年に初、伝統されている。この灯台は、イギリス海峡から、ブルターニ半島の先端へ至る街道の終着点を、示している。三島は、シャルルド・ゴール将軍の呼びかけに応じて島を建った、漁師124人によって、栄光の時代を経験している。彼らは1940年6月18日の度ゴールの召集に応じて、 それぞれのボートで出港、一人の例外もなく、イギリスに到達した。彼らは、最初に、イギリスに派生参じた、フランス人に含まれている。ドゴールの呼びかけの数日後には、ロンドンに到着した者のうち25%は、三島のものであたため、彼らは、ドゴールによる、三島とは、フランスの1、4のことであるという三次に抑することとなった。三島は、 を受けた5自治体のうちの一つである。二十世紀前半には自治体の存続を脅かしかねない人口減少を経験した。1936年の調査では1300人であった。人口は2004年時点で230人となっている。この人口減少の主たる原因には、島及び周辺で魚類、 甲殻類の漁獲口が減少し、漁師たちが次第に島を離れざるを得なかったことが挙げられる。また、島の生活の厳しさに対して訴求力を増している、本土での暮らしの魅力も人口減少を促した大きな要素の一つである。行政上においては、コミューンとしてのいるイコールドイコールさんは、コルネアイユ地方、シザンミサキ地域の一部であり、ポンイコールクロワオゴーリに属する。 三島は、アルモリカ自然公園、イロワーズ海洋自然公園の一部に含まれ、ポナン諸島、ウェサン島、モレーヌ島、三島、クロワ島、バト島、アル島、ウア島、オエディック島、ベルイコールイルイコールアンイコールメールの総称の一つである。島の人口統計は、コミューンの人口変動を示した右グラフに示す通りである。下記には、観光による、 一しい増加が見られる。三島では、風が非常に強く吹く。島には、樹木や茂みがなく、わずかに池垣があるのみである。かつて農夫が、大麦やジャガイモを栽培していた低い暴風壁に、囲まれた小さな農地がそこかしこに放されている。島のわずかな土地は、茨や藪に覆われている。石の低い柿が残る場所ではその陰に、金銭花が咲き 春には雛菊が目を吹く。石垣の崩れた場所では、植物の背丈は極めて低いものとなる。起伏を欠いた島の地形は、大波の危険にさらされており、こうした波はしばしば島を襲って家屋へ押し寄せ、砂浜や港を荒らしている。砂を含む突風から住宅を守るために、家々のファサード間隔は、最小限になっている。天候が船の運航に適さない場合を除き、 2 0トル南の本土にあるオディエルヌイコールサンテベット港、エスキビアンとの間を結ぶ便は毎日運行されている。三島の人口は当季はおよそ100人ほどで、下季には1500人ほどになる。自転車と自動車の使用は禁じられており、島民の移動手段は徒歩のみである。とはいえ漁業用とプレジャーボートの他に一部、小さなタンク付きトラックが、 燃料や荷物輸送のために利用されている。三島は本土の電力供給網からは独立している。島の電力は東大に付設された火力発電所で発電され、住宅約300個と商業施設、食料品店、カフェ、レストランへ供給される。上水道は逆浸透膜による海水の淡水化で生み出されている。 このシステムは多くの電力を要するが、これも発電で賄われる。山東の第一の産業は観光業である。年間で何万という人々が、主に夏の期間に島を訪れる。観光の恩恵によって、カフェ、ホテル、レストラン、あるいは別荘の維持運営が行われているが、同時に特に水の淡水化をはじめとして、多くのエネルギーが必要となっている。 三島は海軍公式型、ジャンリ号やそのともモーリス・ボワトルといった多くの芸術からを触発してきた。かつて三島はフランスの最も美しい村の称号を得ていた。これは質の高い景観や歴史、文化を持つフランスの小規模ながら豊かな自治体を周知するために独立機関が選出しているものである。また三島は歌手ルイ・カッパールと バンドの、ブルターニュの伝統的なケルト音楽を演奏するが、歌った曲マリーイコールジャンルイコールガブリエル、マリエジーンガブリエルの中に歌われている。作家、アンリック・フェレクは、三島について2編の小説を表している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。